クリスチャン・アンフィンセンはアメリカ合衆国の生科学者。リボヌクレアーゼの研究、特にアミノ酸配列と生物学的な活性構造の関係に関する研究によって1972年にノーベル科学賞を受賞した。ペンシルベニア州のモネソンでノルウェー系アメリカ人の家庭に生まれた。1937年にスワースモア大学を卒業し、 1939年にペンシルベニア大学で修士号、1943年にハーバードメディカルスクールで生科学の PhD を取得した。1950年までハーバードで助教授として過ごした。後、1981年までアメリカ国立衛生研究所で研究を続けた。1982年から島ではジョンズ・ホプキンス大学の生物学教授であった。 1961年アンフィンセンはリボニクレアーゼが編成を受けた後に酵素の活性を保ったままサイドフォールディングされることを示し、タンパク質が最終的な構造を取るのに必要な情報がその一時構造にコーディングされていることを示唆した。アンフィンセンはユダヤ共生党派に回収している。ありがとうございます。